ですが、コロトです。バーコーナーいっぱいです。あっという4本目のエース。ゲームセットです。ファーストサービスのうち15ポイントを挙げています。簡単に大の。ベースラインの打ち合い見せます。まあ抜いた。鮮やかなフォアハンドのダウンザライン。あの打ち合いから平井さんエースが取れるんですから作戦に出るかも大変楽しみです。深いサーブ打ち込んだ向こう側のピオリン。これが大体平井さん予想されるパターンではないでしょうかね。そうですね、まあそれにしてもですね、一番のポイントはやはりサンプラスが昨日の準決勝のような試合をですねできるかどうかということだと思うんですけどね。そうですね。で計算してプレーをしてくるマスを寄せつけませんでしたからね。そうなんですよね。まずはストローク戦。平井さんはこのピオリンのストロークを見て非常にやっぱり相当ストロークで押されてるんでしょうかね。あとサービスのリターンがいいですよね、サンプラスは。はい、ブレークポイント第7ゲーム。今のレッドですけどね、レッドしててもあまりスピード落ちてないですからね、今のところ。そうですね、完璧に、ね、ヒットされてますからね。はい、もう完璧なもうスイートスポットでのリターンですからね。はい、これは出づらいですよね。はい、ネットに詰める手前のピオリン、パッシングはネットかろうじてセーブしました。相手を追い出すサーブでネットに出ます。パスはアウトです。これもいいサーブですが、これはチャンスになるか。決めた。これ一発で決めて、この第7ゲーム、ピオリン完全に主導権を握っているサンプラス。ネットを取りました。ダウンザラインアウト。平井さん、やはりあのインも決してサービスは悪い選手ではないんですが、弱い選手ではないんですが、1本だけです。わずかに広い、わずかに広すぎました。いやでも一旦後ろへ下げました。ピオリンが構成を取れるかどうかですが、これはわずかにアウト。かまってますね。そうですね。ギリギリのところを狙った。ああそうですか。はい、はい、なんとかこの第9ゲームピオリンがラブゲーム運びです。ああ落とした。平井さん思うままですね。そうですね、もう昨日の準決勝の、ね、調子を持続してますよね。まあ、でもやはりサンプラスはピオリンなんですが、ちょっと裏目に出ましたね。そうですね、
は後ろへ下がっての打ち合い、ネットイン、あ、チャンスをつかみましたサンプラス。跳ねてしまいました。このポイント、セカンドサーブで出ていきます。いや、今のは平井さん本当にこう気持ちを集中させた、このボレーが深かったですよね、もうギリギリでしたね。まあ、そうしてもね、ピオリンは思い切ってネット詰めてますよね。そうですね、ロブを気にしてませんよね。はい、この後まあ、サンプラスの方もこのピオリンのゲームをこれまでずっと見てきて、もうとにかくもうグイグイ押してくるだろうと、そういう予想は立てていました。第2セットの立ち上がり、第1ゲーム、長い。そうですね、ですからもう少し男子に頑張ってほしいですけどね。そうですね、男子は今年はあの本戦出場は松岡修造だけでしたからね。そうなんですよね。はい、さあコートに注目しましょう。 30-40 になりました。ブレークポイントが来て、また一旦失った ATP ランキングナンバーワンの座に返り咲いています。トップスピンのストローク戦、よく入ります。構成をかけたピオリン、いっぱいに入ったエース。いやー、すごい打ち合いでしたね、今のはね。平井さん、これですよ、期待したのは。そうなんですよね。いやー、しても激しい打ち合いですね。ストローク戦でワンポイント先行です。いや、この第2セット立ち上がりのサービスを落としたピオリンでちょっと心配されたんですが、完全にもう勢いを吹き返しました。ジャッキングスマッシュ。まあ、こっちの放送ではアクロバティックショットと言ってますが、いや、相当ジャンプ力もありますね。あの、お父さんとかお母さんバレーの選手ですからね。そうでしたね。お母さんはあの元ルーマニアのナショナルチームの選手なんですよね。そうなんですよね、はい、お父さんもフランスの、まあ、いわゆるナショナルチームの選手をしていたこともあります。スポーツ一家のピオリン、私もトレーナーを着ずに、入れます。はい、さあこの第3ゲーム、ピオリンのゲームポイントになりました。 40-15 です。サンプラスが構成に出ていますが、パスはネット。犯したのは手前のピオリンです。サンプラスは7本のサービスエースを決めていますが、コーナーに振って相手のボールを大きくカウント。
浅くなりました。後ろへ下がります。サンプラス後ろへ下がった。アウト。いや動きが早いですよね。もうあっという間に下がってますからね。これハーフボレー、この後ですよ。これで危ないと思って下がったんですね。はい、あそこへ下がられてはもうコーナーいっぱいギリギリを狙うしかない。そうなんです。お、これは何気ないリターンでしたが、距離に伴ってきています。言いたくなってしまいましたが、はい、ありがとうございました。小谷美香子さんに、リボーさんにインタビューをしてもらいました。それをご覧いただきましたが、その間にもうゲームが始まっております。第8ゲームサンプラスのサービスゲームでいきなりサービスエースがあって2点ダウン。今ピオリンがワンポイント。飛びつきましたがどうでしょう。入った。入りましたか。アウトですね。アウト、はい、いやー際どいところです。ですからね、あのネットを当たったボールがアウトするが威力あるわけですからね。そうですね。これもやっと届いたショットですが、ストロークで忍べるか。向こう側のピオリンです。ガーネット。第2ゲームサンプラスサービスをキープして第2セットも取りました。この向こう側のピオリンですが、今年24歳になります。これは見事な鮮やかなボレーを仕込みました。ルーマニアの出杯の代表になるんじゃないかなんていう噂も飛んだこともあったそうなんですが、あれはイオンテリアクのジョークなんだという記者会見で話してましたけどね。いや今ラットが切れましたね、サンプラスの。そうですね、はい、17番コートから多田さん。はい、椎野さん。17番コート吉田優香さんの試合たった今終わりましてね、残念ながら第10ゲームサービスを落としまして、はい、6-7、4-6 で敗れましたね。ああそうですか、いやちょっと残念でしたね。でもこの大会ね、吉田さん自身もシングルスもダブルスも両方ファイナリストですからね。そうでした。もう堂々と胸を張って、いいんではないかと思いますね。はい、あのゲームがほとんどないですからね。そうですね、はい。足元へボレーはアウト。いやすごいですね今のラリーは。いやさすが US オープンの決勝戦ですよね。これがまた深かったんですよね。はい、これでチャンスかと思ったんですけども、もう下がってますからねピオリンは。必死にボレーを落とそうとしましたがサイドラインアウト。ピオリンのポイントです。あ、なるほどね、威圧感がこうぐわーっと伝わってくるんですが、はい、これはその彼の調子の良さを表しているんでしょうかね。もちろんそうですしね、彼のサービスの特徴ってそこなんですよね。やはりあの上半身がやたら強いですね、特に肩がね。ですからあのそれで、まあ、ピオリンにとっては千載一遇のチャンスと言ってもいいかもしれません。いいボレーが決まります。危ないがないですよね。そうですね、やはり面が本当に安定してますよね。ピオリンもね、いいパスだったんですけどもね。いやデリケートなショットですね。はい、慣れております。
アウト、逆クロスに取りましたが、デモンコーチもとにかくファーストサービスを入れなければという談話が届きましたが、ファーストサービスフォールト。慎重につないでいます。逆クロスに振っています。ピオリンが珍しく平井さん慎重ですね。そうですね、前出ませんね、相手のミスを誘いました。セットでもこういう場面がありましたが、ピンチに立った時にセカンドサービスでもチャンスをもぎ取るようにしてネットに出てポイントを取ったケースがありました。まあ、しかし追い込まれているとはいえ慎重さだけではポイントは取れませんし。そうなんですね。これも我慢でしのげるかというストローク戦でしたが、ボレーで止めた。もう一つはネット。サンプラスもやはり、いやーこのねハーフボレー難しかったですけどね、いやーと反応が早いですよね。2回目のデュースになりました。シエナアナウンサーからインタビューしてもらいました。さてこのスタジアムコートでは第4ゲームに入っています。サンプラスがリードして40ラブゲームポイントです。エースフォアのエースが決まりました。いや今のエースで久しぶりにスタンドから大きな拍手が沸きました。これです。いや平井さんが指摘されたように本当にあのフォームをしたサンプラスですが、エドバーグに敗れて準優勝に終わっていますが、今年は2度目の優勝を狙っています。入っています。ピオリンが懸命に返します。懸命に返しましたがピオリンのボールは大きくアウト。サンプラスです。ほとんどありません。しかしピオリン 40-30 いいショットです。フォアのジャッククロスがエースになりました。サンプラスのコーチキム・ダリソン、今度はステイバックした向こう側のピオリン。サンプラスが攻勢、ベースラインから大きなボールの打ち合いです。どこで変化をつけるか。ピオリンも必死に粘っていますが、前に出ました。パッシングショット、ボレー、パスは入った、決まりました。いや、よく取りましたね、今のは。もう本当、観客も、ね、大喜びですよね。立ち上がって拍手を送るお客さんもいます。このボレーもよく押し込みましたが、これはよくバックハンド取り付けました。ストップボレーになりまして、なんとかマッチポイントを1本セーブしました。2回目のデュース。ピオリン追い込まれています。セカンドサービス、ダブルフォールト、万歳。サンプラス万歳。地元この
フラッシングメドウで2度目のチャンピオンに輝きました。22歳のピート・サンプラス、鮮やかに1900